心霊スポット。心霊スポットっていうと、山の中の廃墟とか、殺人事件が起きた場所とか、なんかそういうところに幽霊が出るっていう噂で人が集まってくるみたいな、まあそういうことがあるんですけど、自分も車を乗り始めたばかりの20代の初めぐらいの頃は、夜心霊スポットなんかに行ったりしてたんですよね。でも、その心霊スポットって呼ばれる場所で幽霊を見たことは一度もないっていう感じだったんですけど、いわくつきの場所に幽霊が出るっていうのはどうかわからないですけど、幽霊が出る場所っていうのはあるんじゃないかなと思いますよ。もうその出る場所には頻繁に出るっていう、そういった話なんですけど、自分が30代の頃、職を転々としてたんですよ。もう2ヶ月とか3ヶ月とか、早ければ1ヶ月みたいな。なんかそういう短い仕事を代わり代わりやってたんですけど、その時に3ヶ月ぐらいだったと思うんだけど、働いていた工場があったんですよ。で、まあその工場っていうのが、まあ歴史的には100年ぐらいあるような、もう古い工場だったんですけど、従業員的には100人以上いるような、まあ結構大きな敷地を有するような会社だったんですよ。第一工場から第五工場みたいな感じであって、まあその中の一つの工場で自分も働いてたんですけど、3ヶ月しかいなかったのに、その間に4、5回幽霊を見たんですよ。昼休み、食堂でご飯を食べた後に、まあ、食堂の休憩室みたいなところでみんな休憩してるんだけど、自分は正社員とかじゃなかったからですね。もう一人で現場の工場の方に戻って、喫煙所でタバコを吸ってたんですよ。で、その時にたまーに見かけるっていう。しかも、全く同じ格好をした人なんですよ。作業着のズボンに、上着は白のタンクトップみたいな。なんかそういう格好をしたおじさんが、みんなが作業してない昼休みの時間なんかに、機械がたくさん並んでいるところで、機械の点検をしているのか、なんか機械を回してるのか知らないけど、なんかうろうろしてるんですよ。最初見た時は誰かが忘れ物を取りに来たのかなとか思ったんだけど、それぐらいはっきりおじさんっていうのが分かったんだけど、機械をすり抜けたりしてたんでですね、あ、これこの世のものじゃないわって思って、で、まあしばらくしたらまたスッて消えて見えなくなるからですね、あ、これ幽霊的なものなんだって。昔その会社で働いていた人が亡くなって、その後も会社に仕事に来てるのかなみたいな、なんかそんな感じはしたんですけど、短期間で同じような人の霊みたいなものを何度も見るっていうことがあったんですよね。だから心霊スポットじゃないけど、まあ、幽霊っていうものは出るっていう場所には何度も出るんじゃないかなとか、まあ、自分は思ったりしてますよ。真夜中の訪問者。30年ぐらい前になるんですけど、自分が21歳で一人暮らしを始めたぐらいの時期ですよ。自分の元々住んでた実家の近くに、T 君っていう同級生が住んでたんですよ。T 君とはですね、幼稚園、小学校、中学校まで一緒だったんですよ。ただ、一度も同じクラスにはなったことがなくて、まあ、そんなに親しくはなかったっていう感じだったんですけど、まあ、家の近くにそういう同級生が住んでるっていうことは知ってたんですよね。で、まあその T 君、まあ、小学生の頃に結構いじめられてるっていうのは知ってたんですよ。で、あと中学生でも影の薄い存在だったっていうのもなんとなく覚えてるんですよね。で、まあその T 君とは、まあその後高校に入った時にはもう別の高校になったから見かけることもなくなって、全くもう知らない感じになってたんですよ。自分が高校3年生ぐらいの時に、風の噂みたいな感じで、T 君が自殺したっていう話を聞いてたんですよ。その幼稚園の頃から一応たまに見かけることあったからですね。ああ、あいつ死んだんだ、みたいな感じで思ってたんですよ。で、それからちょっと時が流れて、自分が21歳になった時ですよ。家の近くのスーパーで買い物してる時に、人から声をかけられたんですよ。パッて見たら、そこにですね、T 君が立ってるんですよ。お前死んだんじゃなかったんかって言ったら、いや死んでないよって。高校は中退したけど、元気でやってるよ、みたいな。
フリーターで頑張ってるよみたいなことを言ってたような気がするんですよね。で、まあその時に家の大まかな場所と、当時まだ携帯持ってないぐらいの時代で、家に電話引いてたんですよね。で、その電話番号を教えて、まあそこは別れたんですよ。それから一週間ぐらいした時の、もう深夜、まあ深夜って言っても0時ぐらいですよ。家の電話が鳴ったんですよ。電話に出てみたら、T 君だったんですよ。で、どうしたって言ったら、なんか深刻そうな声で、頼みたい話がある、みたいなことを言ってきたんですよ。で、今から家に行っていいか、みたいなことを言うんですよ。で、確か外はちょっと小雨が降ってるような時だったんですよね。それで、なんかちょっと渋ったんだけど、まあ起きてるからまあいいかなって、ちょっと話聞くぐらいならいいかって思って、まあ、じゃあうちに来いよって言って読んだんですよ。その時にああって思ったのが、もう大体学生時代の同級生と久しぶりに会って、社交辞令的に連絡先なんかを交換して、それから連絡をしてくるやつっていうのは、宗教とかネズミ講の勧誘か、お金を貸してくれっていう。もうそのどっちかなんじゃないかって思ったんですよ。当時相手も携帯持ってないだろうから、もう連絡取りようなかったんですよ。でそれで結局、まあ、うちまで、まあ、そいつが夜来たんですよ。もう12時半頃に。家のドアをどん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 って叩くんですよ。宗教とかネズミ講の勧誘だったらですね、そいつ一人じゃないんですよ。大体そいつ一人と、あと知らないやつ二人ぐらい連れて、なんか三人ぐらいで家に押しかけてくる感じがあるんで、ああ、大勢で来てたらもうイルスを使って出ないようにしようとか思ってたんだけど、見たら、もう一人で来てるっていうのが分かったんですよ。あ、こいつ間違いなく一人で来てるわって。それで、一応ドアを開けてやったんですよ。まあ、若干神妙そうな顔をした T 君が入ってきて、まあ、とりあえず上がれよって言ったら、いや、ここでいいっていうことを言ったんでですね。あ、もうそんくらいなんか急ぎの大事な話があるんだろうなって思って、どうしたって聞いたら、お金を貸してほしいって。で、あー、やっぱりそれか。まあ、ちょっと自分は思ったんだけど、当時ですね、まあ、バリバリ働いてて、結構お金持ってたんで、まあ、そいつの住んでる実家なんかも分かってたから、お金を借りたい理由が、まあ、ちゃんとしたものだったら、俺は金を貸してやってもいいよって T 君に言ったんですよ。その T 君ってなんか母子家庭だったんですよね。それでもしかしたらそのお母さんがなんか急に病気で倒れたかなんかで、入院費が必要になって、まあ、本人バイトをしてるみたいなことを言ってたから、まあ、それでバイトじゃちょっとお金が足りなくて、まあ自分にお金を借りに来たのかなとか思って、なんかお母さんの入院費が必要だから10万円貸してくれとか言うんだったら、まあ、自分は10万円貸そうかなって思ってたんですよ。そしたらですね、T 君の言った言葉がですね、妊婦の出産ビデオが買いたいから5000円貸してくれって言ってきたんですよ。自分一瞬、え?ってなって、なんて言った?って言ったら、妊婦の出産って言うんですよ。あ、ちょっともういいもういいって。深夜に訪ねてきて、そういう理由で金貸してくれっていうのは、もうちょっと怖いなって思って。じゃあその、ビデオを買って、どうするの?って聞けなかったっすよ。もう、それ以上聞くとなんかもっと怖いことを、そいつ口走りそうだったから、もうそれ以上聞くことができなくて、もうとりあえず、もうこいつ早く返さないといけないって思って、もう慌てて部屋から財布を取ってきて、まあそいつに5000円渡して、もうこの5000円返さんでいいから、お前もう俺の家に来んなって言って追い返したのを覚えてますよ。30年前のことだから、当時の彼がどういうつもりで、まあそのビデオが欲しかったのかは知らないですけど、そんな理由で深夜にうちに訪ねてきたっていう、なんかその T 君の行動っていうのが、なんかすごく怖かったなっていうのをですね、もう30年ぐらい経つんですけど、まあ未だに覚えてますよ。床を這う子供。この話は結構自分、まあ、いろんなところで話したことがあるんで、もしかしたら聞いたことがあるっていう人いるかもしれないですけど、21歳の時に住んだ家で起こった話なんですよ。その家っていうのがもともと祖母の実家だったんだけど、祖母が亡くなってから長いこと人が住んでないような家だったんですよ。で、まあ、自分はですね、まあ、県外の方で就職していて、そこから戻ってきて、まあ、その家に住むような形になったんですよ。そこに住み始めた頃は、畳の部屋の床の上に布団を敷いて寝てたんですよ。
ある時ですね、もともと荷物置きに使っていた二段ベッドの上っていう、まあベッドなんですけど、二段ベッドの上の部分だから、まあ要は足の長いベッドですよ。まあそれがあって、まあそれまではそのベッドの下と上に荷物を置いてたんだけど、荷物整理をした時にそのベッドの上の部分が空いたから、もうそこに布団を敷いて寝ようって思ったんですよ。そのベッドを置いてた部屋っていうのが畳敷きの4畳半の部屋だったんですよね。で、まあそのベッドの上に布団を敷いて、まあ寝た初日か2日目だったと思うんですけど、夜寝てたらベッドの高さが1メートルあるけど、その1メートル下の畳のところでガサガサ音がするんですよ。最初気のせいかなって思ったんだけど、結構田舎の家だから、いたちか何かが家の中に入り込んできたのかなとか、ちょっと思うぐらい、なんかガサガサ音がしてるんですよ。電気のコードっていうのが、まあ、手元で操作できないような感じだったから、ゆっくりその暗い中、恐る恐るベッドの上から1メートルぐらい下の畳の方をチラッと見たんですよ。そしたらですね、黒い影がゴソゴソ動いてるんですよ。イタチにしては大きいなって思ったんですよ。機敏な動きっていうよりも、なんかゆっくり動いてるんですよ。ガサガサって。でもなんか畳を張ってる音が聞こえるみたいな感じで、間違いなくそこにいるっていうのはわかるんだけど、はっきり見えないんですよ。徐々に目が慣れてきたら、それが子供っていうことに気づいたんですよ。ハイハイするような赤ちゃんじゃなく、幼稚園に上がるぐらいの、もう普通に立って歩けるぐらいの大きさの子供がですね、その畳の上を張ってたんですよね。目の錯覚にしては結構長いことガサガサされてたからですね。で、しかも一度子供っていうのも確認できてるから、うわ、これどうしたもんだろうって思ってたんですよ。で、それで結局、パッと起き上がると同時に、その4畳半の電気をつけたら、そこにはもう何もいなかったっていう。光の下で、まあ、その子供を見ることはできなかったけど、もうあの時結構長い時間、その4畳半のベッドの上で子供が横にいるっていうのを感じていたっていう、なんかそんなことがありましたね。それが自分が21歳で、まあ、住み始めて、まあ、1ヶ月ぐらい経った時の話だったですね。だからもともとあの家にはそういう子供の霊的なものがいたのかなっていう、まあ、座敷わらしっていう風に考えればですね、いいものっていうか、まあ可愛い感じもあるんだけど、正直、まあその自分がそのベッドの上から見たその子供っていうのはですね、なんかそういういいものではないなっていう感じはしたんですよね。それからも、まあその家に10年ぐらいは住んでたんだけど、それ以降その子供を見るっていうことはなかったですね。